今回紹介するのはトミカハイパーシリーズレスキューヘリコプター。前に紹介したホワイトホークとシンクロ合体できます。合体といっても手足のパーツが入れ替わるだけなんですけどね。あとヘリコプターの羽が武器になる。シール貼り付け完了。これでヘリコプターが完成です。かなりゴツゴツしたレスキューヘリでした。ではホワイトホークとシンクロ合体です。レスキューヘリコプターのパーツをホワイトホークに装着します。
ホワイトホークの白い手足をレスキューヘリに装着すれば、白いレスキューヘリ。タイヤがついてるから地上を走行できるし、空も飛べるしね。こっちの方が良さそう。トミカ、レスキューヘリコプターの紹介でした。